うちに恋をさせよう思うて、おとっつぁんはこの間からこの辺をぶらりたらりなさっとったんですか。1年ぶりに私の故郷大牟田で上演することになりまして、今東京の下北沢で稽古をしております。今年は中学校2校、くぬぎ中学校、たくご中学校と、あと一般のお客様にも見せるということで、お見せできるということで3回公演ができます。はい、ちょっと昔の話かなって思うんですけど、全然今の世代の方にも届く、昔と変わらない。そうね、変わらない、昔の話だけど本当なんか同じ感覚だなと思うことがいっぱいありますわな。はい、中学生の皆様をはじめ、大牟田でいらっしゃるお客様に、あったかい気持ちになって劇場を出ていただけたら嬉しいなと思っております。はい、今回は実はアフタートークとか、あとはバックステージツアーっていうのも組まれてましてですね、終演後に、はい、舞台の裏側もちょっと見ていただければなと思ってるんですよ。はい、そういうのも楽しみにしていただければと思っております。今からしっかり準備してまいりますので、ぜひご期待ください。ゴスプロプレゼンツ青春の会大牟田特別公演、ちと暮らせばは11月29日6時半開演、場所は大牟田文化会館小ホールです。ぜひたくさんの皆様に見ていただきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。